ロビー・ヒューメルはアメリカ合衆国インディアナ州バルパレーゾ出身の元バスケットボール選手。ポジションはスモールフォワード。パドゥ大学時代はイートワン、ムーアやジャジュアン・ジョンソンと共に中心選手として活躍。ビッグ-10のファーストチームなどに選出されるなど活躍したヒューメルは2010年の NBA ドラフトにエントリーする予定だったが回避。ところが2010年10月に右膝の前十字靭帯を断裂する重傷を負い、最終学年の2010から11シーズンは全休となり、もう1年大学に残ることになり、5年生となる2011から12シーズンまでプレー。2012年の NBA ドラフトでは評価が下がり、ミネソタ・ティンバーウルブズから58位での指名となった。その後、NBA サマーリーグ後も、ウルブズとは契約には至らず、同年8月にリーガー区部のオブラロイド CAB と契約。しかし、9月に右膝の状態が思わしくなく2ヶ月の欠場を余儀なくされた。2013年9月、正式に、ミネソタ・ティンバーウルブズと契約。しかし、低迷するウルブズでローテーションに加わることはできず、所属した2シーズンで平均4得点に止まり、2015年夏に制限付き FA となったものの、後にクオリファイングオファーを取り下げられた。2015年7月31日、セリエ A のオリンピア・ミラノと契約。ユーロリーグにも出場した。2016年9月15日、デンバーナゲッツとトレーニングキャンプに関する契約を結び、NBA 復帰を目指すことになったが、シーズン開幕前の10月22日に解雇。後に BC ひむきと契約し、2016から17シーズンを消化。2017年10月3日、現役引退を表明し、ESPN 解説者に就任したことが報じられた。ありがとうございます。